勝手にアンドゥちゃんなでなでプロジェクト。はい、いいよ、全然大丈夫、逃げなくていいよアンドゥちゃん。はい、アンドゥちゃん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 、チュールとかで釣った方がいいんですか？なんかね、前みたいに熟睡中だといいんだけどね。あ、うん、ダメか。じゃあ今回は諦めますよ。アンズさん、アンズちゃ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 ん、はい、いい子だ。アンドゥちゃん、いいね。アンドゥちゃん、ちょっとか、アンドゥちゃん、少しずつね。じゃあ次、寝てるときによろしくってね。アンズちゃんなでなでプロジェクトと同期してですね、意外に早いかもしれないと思われる、チャコちゃんなでなでプロジェクトは、今日はケージ1階の奥ですので、やめておきます。2階のベッドで寝てる時にそーっと開けられるようであれば始めてみようかなと思います。おやすみ。はい、ジャン君なでなでプロジェクト。この人は起きてる時でも全然いつでも平気です。そしてむしろなでてほしくて近寄ってきます。逆に寝てる時になでなでができるようになったということですね。寝てる時なんかに触るとちょっと目が覚めて嫌がるみたいな傾向をもともとは持ってたんですが、今では完全に寝ている時に触ってもそのまんま睡眠を続けます。まあ、多分意識の上ではもう起きちゃってるのかもしれないですけど、撫でられながら寝ようとするというふうに変わりました。いいですね。はい、アンズちゃん、チャコちゃんもそういうふうに変わってくれたら譲渡会に出ることができます。こ
この可愛いやつは誰だ。シオン君出しますけど、いいですか？ん？何かいた？ん？ジャン君に聞いた。ジャン君に、うん、シオン君出しますよ。ジャン君ですか。ジャン君。はい、ジャン君。もうちょっとやる？先にチュールでもあげる？そう。はい。はい。マオイママがちょっと動くとですね、このチャコちゃんはずっと泣いてます。
食欲が食欲が、はい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 、おかげでちょっとこうやってスリスリもするようになってきました。はい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 、うん、はいはい、うん、もうみんなそわそわしてます。はい、お待たせしました。はいはいはい、こんなの乗っかってるのか、ぜひ、うん、あんたちゃんもね、ちょっと待ってね。あ、父さん起きたよ。はい、どうぞ。よかったね。はい、いい感じ。 あれ、あのね、ちょっと塊にがあると持っていっちゃうんだよね。ちょっと崩しといたんだけど、崩し箱根があったらしい。はい、どうぞ。いかがにゃんちゃんね。はい、かいたん。はい、いかだね。あんたちゃん。あんたちゃん、ちょっと首回りとかふっくらしてきた。そう。なんか毛がふわふわになったのか。何の音？ドーンって言ったよ。なんでろに。うん、はいはい、しおんくん、ちょっと待ってね。あんじゅちゃん、いい子だね。あんじゅちゃん、はい、はい、どうぞ。ひょんくん、お外でいいの？外でいいね。はい、どうぞ。うん、ひょんくんの足になんか頭をすりつけるようなことで。そうだね。おりゃ、いりませんか。大人はそんなに欲しがってないのね。ちょっと食べるようになっていたんだけど、やっぱ続くとね。はい、おまっちゃん。うん、おまっちゃんね。うん。うん。うん。チョコちゃん、トイレ掃除するからね。今度は2階に上がってください。